ま、以前も、解説いたしましたけれども、強制成功等でですね、えー、逮捕、起訴された荒井博文被告、えー、今日ですね、えー、刑が、懲役4年で、え、確定して、えー、収監される、え、見通しにな,なったというニュースが入ってまいりました。まあ、あの、これは、まあ、妥当な判決といいますか、えー、すでにですね、えー、被害者とされる方、まあ、被害者ですね、え、にですね、お金をま、払って、 和解をしているということで、えー、懲役5年の判決が、交際で4年ということで、1年減刑されたと。まあでもですね、最近性犯罪者に対する刑罰というのは年々厳罰化傾向にありまして、まああの、以前ですともっと、刑が軽かったり、まあ、下手すると不起訴になったりとかですね、それぐらいの感じだったのが、もう本当ここ、 もう10年ぐらいは原発化が進みまして、まあ、えー、最近の量刑相場で言うとですね、また、こんな相場かなと。まあ、大体予測通り4年ということになりました。今後ですね、荒井被告は、えー、東京、まあもうすでに、あの、保釈されている状態なので、えー、東京高等検察庁にですね、出頭をして、えー、そしてですね、えー、そこで、えー、まあ、手、手上こし名を付けられて、東京拘置所に、 まず、移送されます。そこで、身体検査を受けてですね、えー、その後、東京拘置所で、えー、まあ、そうですね、1週間から、まあ、1、2ヶ月ぐらいは、東京拘置所で、えー、過ごすことになります。まあ、その間にですね、いろいろな適正検査とか、こういったものを受けて、えー、そして、まあ、配属先が決まるわけですけれども、まずですね、性犯罪者はですね、 関東圏であれば、川越少年刑務所というところに送られるのが通常です。えー、こちらの方、性犯罪者の人たちが集まって分類をされる場所です。えー、少年刑務所と書いてある通りです。まあ、少年がいるというわけではなくてですね、27歳未満かな、えー、の人たちが主に集められる刑務所でして、まあ、あの、まあ豆、豆知識で言うとですね、食事の味が多少濃い。 塩味、塩分がですね、若い人が多いので、ちょっと濃いめに味付けされてるとかですね。えー、そういう話はある,あるんですけれども、まあそういったあの少年刑務所の部分と、あと性犯罪者が集まる部分という、こう、二つの側面があるんですけれども、で、この川越少年刑務所で、えー、まあ一、二ヶ月ぐらい、長いとまあ三ヶ月から半年ぐらいですね、まあ研修的なものを受けて、えー、各地の荒、まあ、い、 さんの場合はですね、まあ、あらゆる受刑者になるわけですけれども、えー、彼の場合はですね、初犯、えー、ということもありまして、初犯で、ま、8年、えー、未満ということで、A え、永久というですね、まあ、比較的その、初犯者であったり、刑の、あの、傾向が、こう、犯罪の傾向が進んでない人たち、まあ、いわゆる一般市民、えー、ヤクザとかじゃない人たちが集まる刑務所に送られます。えー、通常はですね、あの、 まあ、A じゃなくて B っていうところを送られるとですね、ここはもうほんと犯罪傾向が進んだ、あの重大犯罪者、あるいはヤクザとか、そういった方々が送られるのが B 級ですね。えー、荒井さんは A 級に送られます。A 級の刑務所というのはですね、主にですね、えー、関東地区の場合は黒羽刑務所。 そして、私がいた長野刑務所。そして、例えば石井館長とかいた静岡刑務所。そして、民間が運営している木連川社会復帰促進センターという。まあ、この多く分けるとこの4つのところに配属されることになると思います。まあ、それ以外にもですね、東京高知所に送られたりとかですね、横須賀刑務支所というところに送られたりすることも、まあ、 稀にあるんですけれども、まあ、基本的にはですね、まあ、荒井被告有名人ということもありまして、えー、この4つの刑務所のどこかって、おそらく皆さんの目に触れないところに送られると思います。えー、私の場合は、まあ、自分で言うのもなんですけれども、スーパー有名人だったので、えー、まあ、例えばですね、 えー、鈴木宗夫さんとかですね、えー、そういった方々は介護係、えー、まあ、病棟の介護係かな、やられてましたし、医師官庁の場合は経理係といって、まあ、計算ですね、あの、給与計算とかをやるところですね、えー、そういったところに送られたりとありましたが、私の場合は、えー、長野刑務所第15工場というですね、えー、いわゆる養護工場と言われる、えー、障害者、あるいは、あまあ、 割と認知症が進んでいるような人たちがいるような工場で、えー、経理係。まあ、経理係といってもですね、いろいろやるわけですけれども、作業の指導であったりとか、 えー、給与計算的なものであったりとか、選択であったりとかも、様々なお世話係ですね。こういったものをやる。まあ、おそらく荒井飛行もそちらのような仕事に就くことになると思います。まあ、この辺どこの刑務所に入るかというのはですね、えー、様々な適性であったり、特にその空き状況ですね。 えー、有名人が被るとですね、えー、そういったところでですね、空き状況とを気にすることにないます。例えば僕の場合は、えー、鈴木峰夫さんと時期が被ってたんで、胸夫さんがいた日連が、えー、社会復帰促進センターには、えー、いけないとあ。当時は多分あの、防衛事務次官かなんかの方も、 元防衛事務次官かなんかの方も入られてたと思うんですけれども、まあ、そういった有名人がどこにいるのか、そういった状況も勘案して決められることになると思います。えー、私の場合はですね、28%ぐらいの仮釈放の期間をもらって、まあ、模範囚として事故なく、懲罰もなく、うん、過ごすことができたのと、えー、まあ、普通のまあ、 犯罪と言いますか、経済犯だったこともありまして、えーまあ、72%の受刑期間で仮釈をもらうことができたと。まあこれはですね、もうたい今4分の3ぐらいで刑期を得られたらめちゃくちゃ、えー、優秀、仮、えー、釈を長いねっていうぐらいの話なので72%のは非常に優秀というか、 めちゃくちゃもらいました、えー。しかしながら、性犯罪者というのは非常に厳しいので、まあ、ほんと1割、15%もらえたらすごいことですけど、おそらく1割。まあ、あのー、被害者とですね、和解をされてるということなので、まあ、その辺、大体いい被害者から、あいつは出すな、みたいな、あの、意見書が、 出ることが多いんですけど、そういう意見者はおそらく出ないので、まあ、もしかしたら15%ぐらいもらえるかもしれないんですけれども、性犯罪者は仮釈放期間が短くなります。あともう一つ、これもすごくマイナーなというか、刑務所に入った人しかわからない問題だと思いますけれども、私もあの、いた刑務所で性犯罪者の方何人かいらっしゃったんですけれども、えー、彼ら、その、どこかに、例えば長野刑務所に配属された後も、一定期間、その性犯罪の、 なんか、進行具合に応じて、どこかの刑務所に、え、出向みたいな状態になることが多いです。あの、関東圏で言うと、本当と、川越少年、少年刑務所以外でですね、その静岡とか、あの、長野とか、こういったところってのは、性犯罪者の強制プログラムというのがないんですね。 なので、性犯罪者の強制プログラムがある、例えば関東圏だった黒羽刑務所があったと思うんですけれども、黒羽刑務所以外に配属された場合は、その性犯罪者プログラムをわざわざ受けるために、刑務所移籍します。これ結構大変です。えー、刑務所移籍すると何が大変かっていうと、工場に配属された時に、下っ端から始まります。この下っ端、もう刑務所によってはこう、序列がジャス。 50人いる工場だった。1から50まで序列が勝手に受刑者の中で決まってる工場なんかもあります。あの、僕がいたところはそんなに、あの、厳しくはなかったんですけれども、あの、もう本当に、しかも僕らの工場はその、うん、障害者とか、その認知症の人とかいる工場だったんで、ルールが緩いし、刑務官も緩かったんですけれども、正直。あの、厳しいところに行くともう、具体式の、 こう更新でビシビシってやらされるんで、あの、それになれないとですね、えー、僕の一緒の工場で働いてた人たち、えー、二類といった赤バッジの、まあ、実質的に一番、その、優遇されるランクにいたんですけど、帰ってきた時三類に下がってました。 なんか、懲罰をくらったらしいですね。まあ、ぎっくり腰になって、作業ができないって言ったら、嘘つけって言われて、えー、作業拒否だって言われて、懲罰を受けたりとか、して、類が下がったりとかっていうことが、まあ、性犯罪者の方は、結構その遺跡をした時に、そういったところで、えー、不遇を囲ってしまう可能性があるということで、まあ、その辺も、新井さんはですね、結構、不利になるんじゃないかな、というふうに思います。えー、ということで、刑務所豆知識でした。トロシュイ